おでんの大根の理想の厚さは？もうずっと前から思っていたことなのだが、コンビニのおでんの大根は薄すぎる。厚みがなさすぎる。このことはコンビニがおでんを売り始めた時に気がついていたのだが、人に言う機会がなく、悶々とすること幾十年、憂いに沈むこと数十年、思い余ってついにここに発表する運びとなったのであります。コンビニのおでんの大根は薄すぎるせいか、とても貧弱に見える。どこか軽薄に見える。大根が軽薄ってのはいけませんや。大根はいつどこにいても堂々としてなくちゃ。ましてコンビニのおでん種の売り上げ第1位は常に大根。つまりコンビニおでん種のキング、キングが薄っぺらでは国おでん界を治めることはできません。ではどのぐらいの厚さなら国を治めることができるかという問題になっていくのだが、とりあえず言えることは、普通のおでんや一般の大根はコンビニのより厚い。もちろんコンビニと同じぐらいの厚さの店もあるわけだが、総じて厚い。ではコンビニのおでんの大根の厚さは一体何センチなのか。セブンイレブン、サンクス、ローソンの3店で購入して測ってみたのだが、その結果驚くべき事実が判明した。3店とも直径6センチ、厚さ3センチきっかり。3店とも1ミリの狂いもなく6センチ3センチきっかり。多分全国のコンビニの大根の寸法はこれだと思う。ということはみんなが納得するおでんの大根の厚さは3センチ以上でなければならないということになる。 3.5 センチか5センチか20センチか。ここでふと思ったのだが、おでんの大根に限らず切って食べるものにはそのもの本来の厚さ、万人が納得する厚さがあるのではないか。羊羹には羊羹の厚さ、カステラにはカステラの厚さ、かまぼこにはかまぼこの厚さ。カステラで言えば客に切って出す方も出された客の方もこれなら文句のつけようがないなと納得する厚さがあるはずだ。今あなたの目の前に一箱のカステラがあるとしましょう。あなたは包装を解き、最終段階の箱の上部を左右に押し広げてカステラがむき出しになりました。あなたはナイフを構えて、なんて言って、この辺だな、なんてつぶやいて、端から 2.8 センチのあたりに刃先を当てました。ここで質問です。今あなたが、この辺だな、なんてつぶやいて、2.8 センチのあたりに刃先を当てた根拠は何ですか？なんとなく？あかん、許さへんで、その言い方は。大阪の検事をなめたらあかん。ね、困るでしょ。さまざまな思いが頭の中を駆け巡っているうちに、特に根拠なく刃先はよろよろとカステラの表面に到着してしまったのです。ここに長崎カステラの老舗福佐屋のカステラがあります。箱を左右に押し広げると箱の側面に何やら物差しのような線が刻んである。印刷ではなく紙をへこませた線です。この線は我が社のカステラはこの厚さに切って食べてほしいという遠慮がちな指針らしいのです。希望小売価格ならぬ希望切断厚みなのです。カステラの専門家が研究に研究を重ねてたどり着いた厚さがここに発表されているのです。測ってみますね。 2.6 センチです。切りのいい 2.5 センチではなく 2.6 センチ。この1ミリは何を物語っているのでしょうか。 2.5 センチではダメだったのでしょう。そこでもう1ミリ足したのでしょう。羊羹はどうか。羊羹にもそういう指針を示す会社はあるのか。あるんです。新宿の中村屋です。
中村屋の羊羹にも箱の内側に物差し状の線が示してある。ただしこちらは黒々とはっきりした太い線で印刷してあって、ということは希望切断厚みではなく熱望切断厚みということなんでしょうね。 2.2 センチです。またしてもミリ単位。このように次々と各社がカステラや羊羹の理想の厚さを発表しているわけですが、ではかまぼこはどうなのか。かまぼこの理想の厚さを発表したメーカーはあるのか。あるんです。スズヒロです。スズヒロの製品の一つに切れてる板技セットというのがあって、かまぼこ板の上のかまぼこに切れ目が入っている。さあ何センチでしょうか。まさかまた 1.3 センチとか言うんじゃないんでしょうね。この製品を発表した時のポスターには切れてるかまぼこの写真とともに、かまぼこの美味しい厚さ12ミリという文字が見えます。やはりミリ単位で、話は冒頭のおでんの大根の理想の厚さに戻るのだが、何センチにしましょうか。当然おでんの大根の厚さもミリ単位でなければならない。いいですか、切りのいいきっかりは避けてくださいよ。